皆さんこんにちは。今回はこのチャンネルの運営方針についてご説明したいと思います。まず動画投稿についてですが、こちらは今後も継続していきます。些細な内容の動画であっても多くの方にご視聴いただいておりますので、今後も可能な限り継続するように努力していきます。動画投稿の頻度につきましては、今まで通り1日1本を目標にしていきたいと思います。そしてコメントについてですが、今後はコメントの受付は遠慮させていただきたいと思います。私、マサルにとっての優先順位ですが、第一に彼女や友達との時間、特に友達は進学などによって会えなくなる子も多くなると思いますので、今の時間を大切にしたいと考えています。二つ目に学校の勉強。これはもうどうしようもないところですね。現状をやらないという選択肢はありません。そして三つ目が YouTube です。ただし現状、動画投稿で手一杯になってきている状況です。ですので、コメントに対する返信がとても難しいです。YouTuber によっては、コメントは受け付けておき返信しないという方も多いですが、自分の場合は、せっかくいただいたコメントに対して返信しないというのも申し訳ありませんので、もう今後はコメントの受付自体を終了したいと思います。最後にまとめですが、まず1日1本の動画投稿は継続していきます。そして今後のコメントの受付は遠慮させていただきたいと思います。今回は以上です。